ジョン・スティーブ・オーです。ブラックです。では今回もセブニングレバーブ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、こんな企画やっていこうかなと思います。今週ね、ガチスカで使える通常選手5000、実際にですね、まず能力値見ていくんですけど、プレイの映像もね、多分あった方がより分かりやすいと思うんで、能力値見終わった後にその選手が、実際にちょっとね、活躍してる部分っていうのを持ってきたんで、そんな感じで今回ね、やっていければなと思います。これはね、週によって、それこそライブアップデートとかの影響にもよってくるんで、はい、またいろいろなね、選手が、で多分出てくると思うんですけど、はい、今週はとりあえずこの5名の選手はかなりね使いやすかったなということで、はい、いろんなアカウントでおもちゃ TV はやってるんですけど、その中にはね結構通常選手でやったりとかするアカウントとかもあるんで、そちらの方でね、見てみたりとかして、はい、通常選手選んできたよということで、今週もねライブアップデ的にはセンターバックがあんまりそうだね、その調子いい選手がいなかったりだとか、結構ね面白い週になってるんですけど、まずはこちらですね、ゾブニンということで、起用するならやっぱり右サイドバックなのかなと。今週ライブアップデートがまず B なんですよね。先週もね、すごい良くて、はい、今週もそうだね、ずっといいって言った感じで。ゾブニンの場合はね、結構前作だと CMF で使ってたりとかして、はい、すごい優秀。FP できて、すごい優秀だった選手だったんですけど、通常でも十分できるっていうことで。ただ今作だと結構右サイドバックで使うことが多いのかな。そうだね、やっぱり決定力が唯一62で、オフェンスエースも68なんで、攻撃のここの部分だけが唯一ないんですけど、足元しっかりあって、スピード瞬発もあって、フィジカルとボディコンもそれぐらいあって、もちろんディフェンスセンスとかもね高くてっていうことで、右サイドバックに置いてもいいんだけど、適正スキルは左サイドバックもできるし、なんなら CMF とかもできるっていう、もうポジションエリアがまず広いっていうのもあるし、でワンタッチパスとスルーパス、ここしっかり持ってインターセプトまんまってっていうのも持ってるし、これが本当に金玉なんだっていうレベルぐらいの超優秀な金の選手になるんですけれども、ダブルタッチとかもサイドバックでね置いとくと、持ってるだけでね1枚こうペペってこう剥がせていけたりっていうのもある。ルーレットが持ってるんで、2つねちょっと出ちゃう部分もあるんですけれども、ここら辺とかね、やっぱりね、玉際のね、対人強いよね。の部分はいいですし、非常に使用感としてもね、結構軽い感じになって、ね、ワンパもね、やっぱこのサイドバックで、あるとすごいよね。そこで1枚ね、かわせると。かわせてくります。でね、サイドバックとかに、本カーソル当てていくっていうのは、あんまりその、守備としてやってくる人いないんで、てかその守備って多分間違いなんで、多分大体カーソルプレッシージで行かせてくれると思うんですけど、そこにダブルタッチとかルーレットとかがぶっ刺さるっていうのが本物ね、結構強いですね。裏抜かれてるんだけどね、こんな感じで戻ってっていうこともできるんで、事故りづらいね、ボディコンもフィジコンもともに高いから事故らないし軽いしっていう、もう本当使いやすいんで、これはね超絶おすすめ。右サイドバックいないなって方は使ってみてほしいかな。で2人目がねシクリニアルということで、シクリニアルも今週ライブアップデートがビート、ディフェンスはボーラーシャーも95なんです、アグレッシブスは93で、フィジカルコンタクトもね96あって、でスピードも80あって、ただ瞬発が75で、マンマーク闘争心ヘッダーっていう、スキルはちょっと3つしかついてないんだけど、シクリニアルね前作がビルドアップだったのが今作ハードプレス、パスとかもね村田パスもちょっと足元は弱いんだけど、この選手もう使ってきた感じ、今週ライブアップで P なら全然やれるかな。特に今週は本当さっきも言った通り、センターバックの調子いい選手ってそこまでやっぱ全然いない感じにはなってるんで、今回このシクリニアル通常でもね全然いいかなと。足元の部分とか気になったんだけど、使った感じはねやっぱ気になる。で一番いいのがやっぱりディフェンスセンス、ここが90があるんで、結構体に当てることもあるし、ここら辺とかもねノベトで1枚サメが外されるんだけど体しっかり入れてくる、取り切ってくれるってことも多かったし、これを普通にどうだろうね、やっぱり使うかなと思ったね、ガチスカで。もしそのいないんだったら、センターバックでいるんだったら別に他の選手使ってもいいかなって感じなんだけど、曲がりは、今週ロマニオリが左で調子いいんだけど、右シクリニアルでいいかなっていうぐらい、安定感抜群ですし、キャンベルとかいないんだったらね、そう、これはめちゃくちゃいい。こことかもね結構行かれてね、シクリニアル下げてみたいな、で中指してくっていう、しっかり取り切るっていうところもあって、空中戦も強いしね。で、3人目がね、カゼミロなんですけど、アップデートでセンターバックの適性がついたと。もうディフェンスエースとかボールダッシュ、アグレッシブネスももちろん高いし、スタミナもあるし、ただアンカーなんだけど、ワンタッチパスとかスルーパスっていうのもあるんですけど、今週ね、カゼミロも B で使ったんですけど、抜群ですね、安定性。で、ライブアップで B だったら、今週俺、ジーベとシーバーとかもいるんですけど、カゼミロ使おうかなっていうぐらいの使用感でした。だから適性が上げるのがね、だるいんで、そう。なんかジーベとシーバー使っちゃうとかするんだけど、能力だけで考えれば風見郎の方が全然いい。その守備的な強さっていうのはあるのかなみたいな、スピード
の瞬発が意外と79と76なんだっていう、後からちょっとびっくりっていうのも、まあ、試合中にスピードと瞬発の部分っていうのがこんなに遅いのみたいな感じで、うん、意外とねスムーズに動けるんで、そんなに遅くは感じないよね。そうちょっとびっくりしたってところでね、まあ、これ本当ワンパとかあのスルパとかつけてあげればもっといいね感じになるんですけど、トリカンとかここら辺の軽さですよね、まあ、当ててね読むんですけど、まあ、しっかりここら辺とかも、ね、あの取っていけるっていうのがあるので体も結構がっしりしてて強いんだよね。そうそうそう、だからこれも癖がなくてね本当に使いやすい選手だなっていう、これもしっかり、ね、足が出てくるしね、うん、でこの後もなんか事故りそうになるんだけど風見の自身もまあまあ辛すぎるからなんか体ぶつけにくっていう、うん、ことがあるんで結構良かったですね。風見ろとビエラの中盤のコンビでもなんか全然いいかなっていう感じがするね。いいだからこれはまあねセンターバックの適性もついてて CB で使ってもいいぐらい、うん、もしかしたら能力なのかなっていう気もしますけど、まあ、ただワンパ系がないんで、うん、ワンパでパンパンみたいなのはちょっと下でやるのはあれなんですけど、トリカンめちゃめちゃいいですね、こういう感じ。あと体にもしっかり当ててくれるっていうところで、うん、4人目はね、やっぱ俺はムバッペをしたいと思う。ライブアップでシーナロにね、入れてるということで、もう今週で殿堂入りかな。むちゃくちゃ強い、もうこれだけなんですけど、もうムバッペは今シーズンで言うと、このムバッペより強いセンターは多分俺は思うには FP ムバッペ。ライブアップシーンでも、例えばトーレスとか、まあ、ルンメニゲとかセンターフォワードいますけど、ムバッペがやっぱ一番理不尽だなって使ってても思うぐらい。通常でね、そうすごい強いなっていう感じで。体強くなったのがね、はい、まあいいのか悪いのか、本当この選手を化け物かぶっ壊れですね。もう本当に強くしちゃったなっていう感じがするんで、 C だからいいやみたいな人もいるかもしれないですけど、まあ、もし勝ててない人とかいるんだったら使ったらいいです、まあ、この選手使えば手っ取り早く勝てるんで、この選手使ってそうです打ち抜いてくださいと。あの本赤でもトーレスとかルンメニゲとかもう結構アイコニックとか揃ってるけど、やっぱ未だにまだ通常のムバッペだけ使っちゃってるんで、いるからね、それ通常だから、そう、それぐらいのぶち壊れて強いってことにね、まあもうね見ればわかるんですけど、まあ、ムバッペの、まあ、抜け出しからの、まあ、決定力とか、まあ、軽さの部分とか、ね、体の、まあ、ちょっと残せたりとか、うん、速さでシュートの精度、ここら辺からでも振っていける。よくねその FP ムバッペとムバッペどっちの映像なのかわかんないみたいなとかあったりするんですけどこれってねその要はね、まあ、多分映像で見てもわかんないんだけど、要は使用感なんですよね。要は使ってる人の、はい、操作してる人の使用感で結構変わってくるんで、さすがに FP と通常のムバッペの FP とあの通常のムバッペちょっと変わってくるんですけど、まあそうだね、まあ、でも通常ずいぶん強いかな。全然いいです。ということで最後ですね、通常のドンナルンマ、おもちゃ TV で言うと今までずっとチェフ使ってきて、今週ねライブアップで B だからドンナルンマ使ってみようかなと思ったんですけど、今回紹介したこの5名のうち正直一番びっくりしたのは、何よりもやっぱ結構マジで止めるな感覚なんで、はい、まあね、チェフとか持ってる人はチェフでもいいのかなって思うんですけど、まあ、今週だったらねドンナルンマ安定なんかなみたいな感じはしてますよね。もちろんFPのドナルマ持ってないからさ、この中でちょっと使ってみようかなと思ったら、これがね結構この後試合映像載せるんですけど理不尽級に止めてるんでちょっと見てほしいなっていうところで、まあここのシーンはね、まあムバッペにこう来て、まあここちょっとずらでもねこれね入る場合もあるんだよね、ちょっとずらされてるから、うん、これとかやばいね普通に、結構ボンみたいな、うん、手が出るんですよね異常に。このシーンとかも裏取られてね、こうインザギにこう行かれるんだけど、ここどんなのが絶妙タイミングに出てくるみたいな、うん、安定感めっちゃあるな、こう集客してされてね、うん、ここ止めるみたいな、とにかく横の反応とかあのむちゃくちゃいい、まあ、だからこれがねチェフができないかって言われると、まあ、チェフでも知ってる部分はね、はい、もちろんあると思うんですけど、まあ、通常のドンナルンマでもてかむしろ、ね、通常のドンナルンマの方がエグさは感じましたね、まあ、5名なんで、まあ、全員で使うとかは多分ないと思うんで、これあくまでも5名なんで、まあ、自分のスカット見てなんかサイドバック足りないなと思ったらゾブに使ってもらったりとか、得点悩んでるなと思ったら通常ムバペ使おうかなみたいな感じで見てもらえればいいんでね、まだまだねこういってねあの通常選手でもね全然やれる選手って結構いるんで、こういうのもまあ好評だったらね、またあの第2弾みたいな感じでやっていければいいなと思うんで、はい、そちらを見たいよという方はですね、ぜひこの動画に高評価よろしくお願いいたします。はい、じゃあさらっぽー。